はい、こんにちは。札幌占い美容室早間頭の後藤です。今回はパーマーをやります。ボブのウェーブのパーマーを、やりたいと思います。で、見た感じね、まっすぐに、ちょっとね、こう矯正紋みたいな感じなんですけど、この状態にパーマをかけていきたいと思います。ちょっとかかるかね、わかんないんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。ウェットします。バレイヤージュ巻きって前、昔ちょっとやったことが、まあ、オンラインサロンの方でね、ちょっとやった時があるんですけど、ただまあ、ダッカレー止めないで上から巻いていくっていう、必要なとこを必要なだけかけていくっていうような、パーマーとしては分かりやすい、そして時短っていうパーマーをちょっとやりたいと思います。結構難しそうな髪が、なんかテロンテロって言いますね、髪。だからブリーチ、それぐらい。皆さんこれね、ダッカールで止めちゃうとダメなんで、止めないで巻くっていう感じですね。そしたら、まず逆巻きを、根元側のね、逆巻きで、そのままぐるっと巻いて、ちょうど鉢のあたりに持ってきます。で、結構ボリューム出るのが怖いんで、頭大きくなりすぎちゃうのはちょっと怖いなっていう感じですよね。そうですね。今度はちょっとフォワード側の、これね、結構ブロッキングとかはランダムで大丈夫です。で、今度フォワード側の、見えますかね、フォワード側の逆巻き、こうして、はい、このまま巻きます。はい、このような感じ、ここが V ができる感じですね。慣れると、今ちょっとゆっくりやってますけど、本当に早くできるんで、はい、これリバース、逆巻き、根元側の逆巻き、フォワードに見えないですよね、逆巻きに持ってきます。後ろにもちょっと V を作る感じ、 VV ってこうやっていく感じです。で、バックはね、毛量があるんで、ちょっと1個ロット落としてますね。で、 VV ってこう作れた感じです。これで表面の方ができてきました。これの考え方としては、皆さんって多分下はこんだけ巻いて、次に中間巻いて、上巻いてっていう感じでマニュアル化されてると思うんですけど、その見えないところを省くことによって、そこが無駄なボリュームを落とすことができるんですね。無駄に巻くとボリュームが、今日のモデルさんそんなに毛量は多くないんで、全然問題ないと思うんですけど、結構毛量多い方はもっともっと結構毛の量があるんで、パーマの失敗って結構なんかもわって膨らんじゃって失敗することが多いと思うんで、あとここに一回ちょっと下ろしてみて、毛がどっちに動くか見て、ちょっと前の方に巻いた方がここが立って外羽になってくれるので、はい、あんまりコーミングを強く、まあ、いつも言ってますけど、コーミングを強くしすぎちゃうと、ちょっとこれ少し前側に巻いてます。コーミング強くしすぎちゃうと、内輪と外輪の差で、ストレスで結構この辺がもじゃってなるので、結構ラフに巻いた方がいいです。一回こう溶かしてみて、毛がどっちに動くのかなっていうのを見て、そうですね、これもちょっと少し前側に巻いた方がいいと思うんで、そうします。で、後でアフターでちょっと切るので、それも踏まえてって感じですかね。で、今度は毛先を少し前側に、外羽が分かるように巻きます。多分毛量が多い方だったら、あと全部外羽だけに、毛先の外羽だけにしたりとかしていいと思うんですけど、今回はちょっとボリュームが出づらいので、ちょっとこの辺も入れます。このままペーパーつけて、このままこう巻くだけですね。はい、これでいいです。リバースの逆巻きですね、逆巻きの根元側、ここはもうね、カール見えませんから、上からかぶってきたら。ただこういうところもマニュアル通り巻いちゃうと、要はそのスパイラルパーマだったらぐるぐるってこう巻いちゃうと思うんですけど、この巻き方だとそれ必要ないなっていうのがもう見えるんですよね。そうなってきたら、じゃあ必要なとこに必要なパーマがあればいいんじゃないかっていうことで、そうです、もうここが任さってればいいんですね。なのでここをダウンステムにして、結構長さが短いんで8ミリで外羽に巻きます。はい、真下に引き出して巻きます。で、7ミリ、ちょ
ちょっと短いのはもう届かないので無視します。パーマを経緯にかけるというマニュアルでコーミングをしている美容師さんはしてるだけだと思うので、実際にあんまりコーミングしない方が実はパーマって綺麗にかかるんですよね。なのでこういう風に、まあ、なんかピンカール作る感じでやった方が内輪と外輪の差が一定化するので、綺麗にかかります。何も止めないでこういう風に作った方が早いのと、あと必要なとこに必要なだけかけるパーマっていうのはこういう考え方の方ができます。でツイストバンドしてアルピニングで、これパーマ終わりですね。この端っこってゴムの跡つきやすいんですよ。ここですね。僕はここ1センチ外すんですよね。はい、ちょっと裏面になるんで、外羽なのでちょっと皆さん分かりづらいかもしれないですけど、ここにつけちゃうと、ここにベロってつけちゃうと、ここが結構クレパスになったりするんで、僕はこの真ん中だけつけます。わかりますか、この真ん中だから全部均等にっていうよりは、この危なくないところをちょっと強くする感じです。この表面の1センチ5ミリぐらいはつけてない感じです。ここあとつきやすいんで、ここを外す。この細かいこういうところが肝心ですね。はい、今つけてないのはここ。アルピニングです。まず前髪からやっていきましょう。はい、こういう感じでよりゴム跡をつかなく調節をしていきます。でこれも反対側に、はい、この巻いたように、今度はこっちですね、はい、外羽に巻いてるんで、外羽のこういう風にかけていくと見えますかね。これピン結構肝心なんで、皆さんこれ適当にピンやっちゃうと、あんまり良くない方向に行きます。こうです、ピンがすごい肝心なんで。で太いピン刺してもいいんですけど、あれでもやっぱ跡つくので、こういう風にカールをしっかりここまで巻いてあげた方がぐるんって入るんですよね。この最後の一巻き結構肝心なので、このぐるっていうのがテンションかかるので、クレパスにもなりづらいんですよ。実はここでテンションかけることによって、テンションかけないと結構うねっちゃうんで、ここでテンションかけてクレパスをなくすということなんで、こういう風により巻いた状態に、収めた状態に近い状態をこのピンで作ります。前に出したいんだったらこっち側に止めるべきですね。こういう風に後ろにやりたい場合はこうですけど、まあ、大体この辺前にした方がいいと思うんで、前に止めていくような感じです。はい、それをしっかりこの方向性をここでピンで作っていく。でもちろんいつものように、自然ガラス化をしていくんで、このままターバンも何もせずに、もうこのまま置いていく感じですね。なんで、もうこのまま自然と薬がちょっと乾いてくれたらいいかなぐらいの感じです。でクリップするとやっぱりカールが行き過ぎちゃうので、くるってこのポコが出ちゃうので、より乾かした時と濡れてる時のウェーブ効率をあまり変わらなくするために、クリップすると濡れてる時はここポコってなっていいんですけど、ここなっていいっていうか、このカールは出るんですけど、根元側のこのつながりが汚いんですよね。はい、で乾かしたでもなんかこのポコっていうのがなんかうねりになったりとかするので、このまま自然乾燥することによって、濡れてる時と乾いてる時のウェーブの差がちょっと少なくなるということで、自然乾燥していくような感じ。ローラーも当てませんし、何もしないっていう感じなんで楽ですね。なんか変わった髪っすね。なんだブリーチしてるわ。そう、なんかかかりがちょっと毛先が変だなと思ったら、この薬でこうはなんないんで、ちょっとこの辺の毛先は後で切るしかないかな、うん、あ、わかりました。でこれで全体に1回つけます。中間水栓しません。 S2 還元の、こちらのパーマ液、中間水栓をしなくても大丈夫です。中間水栓すると結構このずれちゃうんですよね。せっかくピンで留めたやつが。で中間水栓しても結局毛先の方とかまで逆にパーマ液が回っちゃったりとかして、
薬剤を取るっていうかパーマ液が回るんですよね、あのお湯で。なので、まあ、結構しっかり中華水するのはいいんですけど、結構そのこまでできないんで、やっぱ一般的には。なんでもうこのままやっちゃった方がいいですね。で、根元の方も一回仮止めします。これでもしかしたらこの8ミリで巻いたあたり、あ、10ミリで巻いたこのネープもちょっともしかしたらやばそうな気がするんで、一回ちょっと外してみたいと思います。そうですね、ここは結構危なそうなんで、もう外しちゃいます。あ、結構ここもかかりますね。あ、ここもかかりますね。で、この2液をちょっとね、アウトしてからなじましていく感じですね。もしかしたら危ないかもしれない。あ、ここも危ないですね。この毛先が危険。ここは切ります。ちょっとインナーしててちょっとこたってるので、ここも多分やばそうな気がしますね。そうですね、なんか色が落ちますね、黒染めの色が。あ、ここやばい。え、ここインナーカラーですか。これ毛先もいっちゃってますね。本当ですか。はい、なんか染めたばっかりなんですよね、黒に。あ、そうなんだ。ちょっと想定外ですね、これは。なんかこの辺も色が、なんだこれは。ちょっと危険でしたね、これは。かなりなんか最初見た時やっぱりなんかちょっと嫌な予感はしたんだよね。ほら、ここもこれ抜いてますね、絶対。ここもなんか色が抜いてるっぽい。すごい色が黒いのが取れる。そうですね、ブリーチもやっぱり結構難しいですね、パーマが。もうこれは全部外しましょう。あの、ちょっと想定外だったんですけども、この場合はもうこのまま2液にシャンプー台で入っちゃいます。で、シャンプー台でもう2液を作用させていくような感じですね。求めてるカールよりもちょっとね、ウェーブが小さく なっちゃうんですよね。まあでもそれも想定内なので、毛先切っちゃうんでちょうどいいかなと思いますけどね。うん、まあでもちょっと危なかったです。あ、すいません。いや全然そんな。僕のあの最初の、カウンセリングのところが甘かったですね。なるほど。っていう感じに、まあね、何が起きるか分かんないんで。はい、シャンプー台で今寝て、寝た状態で、あの、軽く流してからもう一回、あの、一液が残ってるんで、その上から二液をつけました。軽く流すとパーマ落ちちゃうんじゃないかなと思うかもしれませんが、すぐ二液つければ大丈夫です。あの、しっかり流すというよりは軽く流す感じですね。はい、で、この二剤でシャンプーをしていくような感じになります。エタノール水を使いながら、実際全体にこうなじませていきます。あー、これ毛先結構やばいかも、マジで。そっか、こういうパターンですね。入ったな。ここでモモンガトリートメントをします。モモンガとお湯、お湯が10のモモンガが1ですね。ちょっと結構ダメージがあるので濃いめにしてます。若干あの全体がね、こうキュキュキュッとしてきますんで、そこまで、しっかりなじませてください。質感がね、変わったのが分かると思うんですけど、まあ、結構簡単な使い方としては、あの、後処理でモモンガトリートメントを水お湯と一体10でやれば、まあ、大体あの、どれにも使えるってことですね。本当にシンプルに使うとしたら、モモンガを、こういう風にドレッシング容器に入れといてスタンバイしておくと、それだけで結構あの本当に仕上がりが変わるので、それが一番いいです。サルファイトもね、こういう紙はあんま良くないですよね。ムササビクリアコートをつけます。流さないトリートメントですね、これをつけます。つけると白くこうなるので、これを全体に行き渡らせていきます。特にちょっと毛先ですね。僕の想定ミスというか、ちょっとパーマがやっぱり、あまり当たらないというか、そうだな、
なかなかこう思ってたウェーブというのはちょっと違うかなっていうのが若干あります。まあでも最悪な状態にはねなってないんですけど、なんか巻いてる時にちょっと嫌な予感はしたんですよ。ちょっとテロンってしてるなと思ってて、ただまあそれがいけるかなと思ったんですけど、やっぱりちょっといけなかったですね。ね、毛先が軽いんですよ。でちょっと直したいと思います。でほとんどもショーバルタンで切ります。まず下に引っ張ってこのダメージのところを切っちゃいますね。下に引っ張ってちょっと重さが必要なんで、この毛先のペラってるところは切っちゃいます。最終的にどうにかしようと思ってるんで、ここちょっと切りますよ。はい、こういう場合はね、もう余計なことしてもダメなので、これを内側に、コンベックス入れながらブラントでカットしてます。これも足し算ですね。はい、でこれ引っ張りすぎるとこのウェープの感じじゃなくなっちゃうので、ちょっとなるべく毛先だけまとめて切る感じですね。パーマの場合はアフターで切る場合、はい、まあこういう時も、まあ、あんまりでも営業でもそんなないですけど、ちょっと想定ミスですねこれは。ただ絶対いいように最後はします。はい、なんでまあそんなに焦ってはいないというか、どうにかなるんで、でこのまま、この結構上から、こうイングラ入れながらカットするっていうのはかなり使えるんですね。ただ今怖いと思うんで、なかなかできる人が少ないとは思うんですけど、まあ、お客さんもちょっとびっくりしちゃうと思うんですよね。なんかただ適当に切られてるんじゃないかっていう感じがしちゃうと思うんですけど、あとこの表面の方のダメージですね、ここもちょっと切ります。はい、ちょっと段入れる感じになっちゃいます、どうしても。これもしょうがないので、はい、でサイドも2段に分けてコンベックスでちょっと段を入れます。この毛先のペラっていうところをカットします。つなげて、はい、2ブロックのより上のラインですね。ブラントで切るだけですね。で今度はこっち、はい、これも、上から持って手を持ってきてコンベックスでこのペラペラって、このもう毛がちぎれそうな感じなんですけど、このここをただ毛先以外のところは結構比較的悪くないと思うんで、まあ大丈夫かと思います。ネープは R2 セニングでちょっと下向きですね。この中の方を棒刃が奥になる感じで取っていきます。ちょっとパーマかかってる場合はもう引き出せないので、このまま棒刃を中に入れて肛門を当てて中を切る感じで、これ今まだね何もつけてない状態が、何もっていうかクリアコートつけてますけど、ちょっと段は入っちゃいましたが、まあいいかなって感じで、上で揃えます。だからもうねそぎは一切いらないんで、もうブラントカットだけですね。でこのここもねテロってるんですよね。これも切ります。上でここはちょっとコーム使わないとなんで、コームを使ってこのテロってるところを切っちゃいます。こういうとこ残しててもいいことないので、ちょっと段は入っちゃいますけど、ただ結構外張りにかけとくと、こういう風に切っても結構変にならないですよね。ボリュームがちゃんと殺せてるので、結構普通に内巻きでやっちゃうと、こういう風に切ったらもう頭でかくなって、結構危ないんですね。あんまりね段入れるつもりはなかったんですけど、でもなんか入れても意外といい感じになってきた。でもむしろこっちの方があれですよ、イメージの方が近いよね。かわいい、普通にかわいい。いいよね。いやでも僕ね、もうちょっとね、グリンってこう、あこれ全然問題ないと思うんですけど、もっとブイっていきたかった。そう、僕はこだわりです。あ、そうですね。でも別に悪くはないと思うんですよ、うん、でも毛先結構ダメージが、うん、ひどいから、本当はちょっとっていう感じでしたね。で、縦スラ使わない理由としては、縦スラがあんま意味ないんで、なんか横スラでやった方が僕はいいと思います。縦もちょっとバイアスとかで使うんですけど、結構横で切っ
ちゃいます、ね、その代わり全部コンベックスできるんで、あの繋がるんですよね、ちゃんと。今これ適当に切ってそうに見えますけど、縦にちゃんとこう繋がってるんで、でこの表面の方がここは角っていうか、残しておかないとこれ上に上がりすぎちゃうんで、縦にこう見てても繋がりはちゃんとあるんで適当っぽいですけど、チェックするのでちょっと縦使ったりしますが、まあ、基本的には横で切ります。こんな感じですね。でこうやってやることによって毛の落ちる位置とかが自然になるので、コーミングっていうよりは自然に落ちるところで切る。こんな感じで切っていきます。本当の普段のケアしてる感じに近い状態に、コーミングがっちりしちゃうと、まあ、モデルさんが家帰ってがっちりこうコーミングするんであればいいですけど、そんな人はあまりいないと思うので、やっぱ自然な状態でカットするためにはこういうちょっとエアリー感があるようにこう自然にこうやるのがいいと思います。これでちょっとまだ毛先のダメージ強いところを切ってますね。でこっちで引き出す時も絶対あるんですけど、こうだと指がやっぱりこう指ってこう反れればいいんですけど、反らないのでどうしてもこういう角ができちゃうんですね。なんで僕はこうしたいので、どうしてもこうだとできないから上からこう持ってきてる感じです。こうやったのをコンベックスで切る、はい、注意点としてはここのつむじからちゃんと放射状に取れてるかっていうところですね。体の位置とかはここで一回見て、あ、この位置に体を持ってくればいいなっていうのを確認して、こうやってやりながらこの位置だなってここで決めるわけです。でここをぶらさないでやると左右均等に切れます。ちょっと離れてこう見たりとかして、はい、この位置、まあ、ちょっと高度なあれですけど、はい、ここの位置、はい、この位置っていう風に、あのこの空間を意識してもあのなんとなくイメージでこう空間を描いてて球体を描いてる感じです。はい、で結構引っ張るとやっぱり引っ張って戻るときにこうコンケープまではならないですけど、結構ラインが崩れちゃうので、あのパーマと一緒で結構こうナチュラルな状態で、ここで、はい、この位置に引っ張るっていうのをここで自分で覚えておいて、でただ手を添えるだけですね。でここを毛先を切っていくって感じです。で左右長さがどうしてもこっちが短いけどこっち長くなっちゃう人が結構多いと思うんですけど、これもあのこういうコーム使ってあのここで方向を決めちゃえばブレないので、はい、ここだなと思うと、で縦だと結構オーバーダイレクションの具合とかで結構ね左右差できちゃったりとかするんで、カットラインが硬くなるんですね。で、前髪なんですけど、まあ後ろはこんな感じですかね。で前髪なんですけど、前髪はダブルバングで、ちょっと可愛く作ろうかなと思ってまして、ここの表面のやつは長くで、この中の12ミリで巻いたとこ、ここをちょっと遊ぼうかなと思ってて、この場合もこれもね本当上からコンベックスです。コンベックスでブラント、そうすると一発でこうね、こうなりますね一発で終わりますかね。これもここでコンベックス作って親指で内に巻けたのを、それで一発で綺麗なこの前髪のこの感じができる。でこの上にもうちょっと長いのがかぶさってくるから、ワックスつけて遊んだ時に結構遊べるかなと思います。で本当に R をつけて切るともうこういう風に簡単にできるんですよね。一発だけですからね。この一発だけでこんなに上手くなると。で今回さらに、イングラを作りたいので縦に引き出して、このコン、えぐる方ですね、えぐる方でさらに中をこうやって削っていったりとかして、バラバラ感をとブラント感、パッツン感を出していきます。こういう風にその方が可愛いと思うんですよね。でその上にこれが被ってきますから、そして上のが被ってきて、この上ので
遊ぶ。またさらにここをちょっとさっきより長い感じでニュアンスカットになっちゃうんですけど、もうちょっと長い感じで作る。こうですね。そうすると中で短いカールと表のガールで遊んでくれるから面白いかなと思ってます。多分ワックスつけるとすごい可愛くなると思うんですよ。こういう風な感じで長いのいいでしょ、はい、長いのと短いのでこう交差するんで、多分実際持ってきたあのすずさんのやつよりもあれはなんかこうここのうねりがあるからあれ本当に結構プロ向きであれ難しい。これは絶対可愛くなって外さないんですよ。これだとよしすずさんのこうウェーブがあるからあれ結構本当にメイクがっちりしないとおかしくないですよね、はい、これだとなんかさ良さそうじゃないですか。可愛くなりそう、うんうん、でしょ。で、こういう風にもう本当簡単にカットするだけで、まあ、もともと結構軽毛量が調節してあったんで本当簡単なんですけど、この感じで OK です。今回はやっぱりちょっと若干事故ったかなっていう感じだったんですけど、まあ、モモンガの部分だったりとか、まあ、あと巻き方とかでもだいぶ助けられている部分もあるんで、まあ、こういう事故にはならないっていう感じですね。通常であれば多分事故ってますね、はい、でこれパーマ用ってわけではないですけどムササビバームオイルをちょっとつけて髪の毛をちょっと払っていきたいと思います。でこれをウェットでつけるとパーマのスタイルがめっちゃ可愛くなるので、これをつけてこうねつけていきます。本当このまま自然乾燥とかできるんでセットはめっちゃ楽ですね。バームをつけちゃえば、あと自然に乾けば可愛くなるんで、ちょっと顔周りのニュアンスをちょっと目的に作りたくて、なぜかっていうとやっぱ顔周りの毛が若干やっぱテロっちゃってるんで、そこもまあプラスにちょっと変換したいので、ここの毛をちょっと切りたいです。いいですか。はい、ちょっと毛先にブラウンド感入れてって、この毛先のテロっちゃったところをうまくプラスに持って転換していく感じですね、はい、この辺にちょっとブラウンと入れて顔前のラインをより最初からこうやろうとしてたんじゃないかっていう狙いぐらいでちょっと持っていきたいと思います、はい、こういう場合はもうこれほとんど今日もショーバルタンしか使ってないですけど、こういう風に自由自在に操れるようになると面白いですね。カットがね、こういう風にこうレザーみたいな感じにこう使っていけると面白いです。どうかな。で顔周りのここのテロってるのもなくなって今来てるんですけど、めちゃくちゃ綺麗にあの今回のパーマの良さが出てると思います。でこうやった時もちょっと顔にかかるところとかが、ちょっとニュアンスが変わっていいんじゃないでしょうか。でも RG さん使えばできます。怖い人はショートセニングとか使ったりとか、なんかこっちが重いんだな。で結構顔周りとかこういう一回ちょっとまとめてみてこう出る時があるんで、それは切っちゃった方がいいですね。はい、ちょっといろんな方向にこうねじってみて出るところをちょっとこう取る感じ。そうしていくと結構まとまりが出ます。気をつけこんな、だからちょっとこの辺よくわかんない前髪が取ったりしても可愛いじゃないですか。なんかこう2段に切ってるんで、こういうなんかイレギュラーな遊びが結構あるかなと思います。見えますかね。ちょっとこれ避けますね。すいません、あんまり見えてないです。ああ可愛い前髪。前髪可愛くないですか。前髪可愛いでしょ。なんかこれよくわかんなくてよくない。このなんか変な感じがいいと思うんだよね。はい、まあ、今ちょっとわざとこうしてますけど、多分ね前髪普通にしててもなんかこうその日によってなんつうのかな、うん、その朝によっていろんな前髪ができたら面白いじゃないですか、はい、でこういう感じになってます。
で後ろはパッツン系の、感じになってるので、はい、ちょっと焦りましたけどなんとか大丈夫になって大丈夫ですよね、これは。い、全然。どれくらいで取れちゃうんですか。いや、そんなに取れないと思いますよね。はい、ただ毛先が、あ、でもこういう風にあのワームでスタイリングしておけば、うん、持つんじゃないですかね、結構、うん、はい、思いますけどね。多分あの今結構バーって乾かしちゃったんで、うん、ウェットでワームつけて、うん、自然乾燥したらもっとウェーブが出るので、うん、まあ、そっちの方がもしかしたらあのイメージのやつには近いかもしれないですね、うん、はい、まあ、ちょっとこうやってやっちゃうと結構伸びちゃうので、本当何もしないのが一番いいですよ、うん、はい、だから早めにつけて、あとなんかメイクしたりとかなんかして、うん、あとは出かけるだけなんで、本当髪に関わる時間ってない。やった、うん、早い。